クリストファー・ハーゼは、ドイツ・クルムバッハ出身のレーシングドライバー。2011年より、アウディスポーツカスタマーレーシングのドライバーとして、GT3 レースを中心に活躍しており、同ブランドのファクトリードライバーの中心的な存在として、スパ24時間レースや、ニュルブルクリンク24時間レースなど、多くの主要な耐久レースでの優勝経験を有する。2007年のアダック GT マスターズ、 2009年の FIAGT3 ヨーロッパ選手権及び2012年のブランパン耐久シリーズのチャンピオン。ハーゼは2006年にダチアロガンのワンメイクレースであるアダックロガンカップで四輪レースのキャリアを開始した。2007年、ハーゼはこの年より開催されたアダック GT マスターズにライターエンジニアリングから参戦し、ジャンにモルビデリ、ヨスメンテンと共に5勝を挙げて、 初代王者に輝いた。翌年は、アルベルト・フォン・トゥルン・ウンとタクシスとコンビを組み、再びタイトル争いに加わって、ランキングを2位で終えた。また、ライター・エンジニアリングが開発を担当した、KTM クロスボーを借り、FIAGT4 ヨーロッパ選手権のライトクラスの王者を獲得している。2009年には、フェニックス・レーシングから、GT マスターズと FIAGT3。 ヨーロッパ選手権に参戦した。GT マスターズでは参照を挙げてチームメイトであるアンディ・モーザーのランキング3位獲得を助け、FIAGT3 ヨーロッパ選手権ではクリストファー・ミースとチャンピオンを獲得した。2010年は再びライター・エンジニアリングに所属し、ピーター・コックスと共に FIAGT1 世界選手権に出場した。2011年、 ハーゼは、アウディスポーツカスタマーレーシングのファクトリードライバーに、起用された。2012年にはこの年より投入された、アウディ R8LMS ウルトラを操り、ニュルブルクリンク24時間レースを初制覇した。さらに、ステファン・オルテリ、クリストファー・ミースと共に W レーシングチームから参戦した、ブランパン耐久シリーズでも安定した成績を残し、 マルク VDS3 号車を抑えてこの年のタイトルを獲得している。2014年にハーゼは北米に活動の場を移し、ポールミラーレーシングからユナイテッドスポーツカー選手権の GTD クラスに参戦した。ハーゼはブライスミラーとマシーンを共有し、最終戦プチルマンで優勝してランキング2位を獲得している。翌年はディオン・フォン・モルトケとコンビを組み、 未勝利ながら4度の表彰台を獲得して、ランキング3位となった。2014年には、マルクス・ヴィンケルホック、レネラスト、クリスチャン・マメローと共にニュルブルク・リンク24時間レースで2度目の優勝を飾っている。2016年からハーゼは、サンテロック・レーシングより、ブランパンジー・ティーシリーズの両カップに出場しており、翌年のスパ24時間レースでは、ヴィンケルホック、 ジュール・グーノンと共に最終ピット時に時間調整を強いられたアッカ・ースプ90号車を交わして総合優勝を果たした。この勝利とカリフォルニア8時間レースでの2位によりインターコンチネンタル GT チャレンジでもビンケルホックに次ぐ2位を獲得している。2018年のインターコンチネンタル GT チャレンジではこの年よりカレンダーに加わった鈴鹿10時間耐久レースで2台の メルセデス AMG に次ぐ3位を獲得し、加えてカリフォルニア8時間レースでは優勝を果たしてメルセデス勢のトリスタン・ボーティエやラファエル・マルチェットとタイトル争いを展開した。ありがとうございます。